はい、おはようございます。ガスカラでございます。本日はですね、久しぶりに2代目エゾさんに来ております。というのもね、先日デカ盛りハンターというテレビ番組の方で新しいね、チャレンジメニューが発表されまして、それがね、超激辛土鍋ラーメンというチャレンジメニューなんですけれども、内容の方が5キロのね、激辛のラーメンに制限時間が60分で、成功の場合は無料、失敗の場合は5000円のお支払いとなる条件なんですけれども、僕もね、辛い食べ物が好きなんで、まあ、今回のね、チャレンジはすごく楽しみにしたんですけれども、番組の見る感じだとめちゃめちゃきつそうだったんですよ。まあ、かなりね、死闘になるかもしれないんですけれども、今回もね、全力で挑んでまいりたいと思います。まだこれから仕上げていくからね。よし、はい、こっちから受け継ぐっていくからね。うわ、あっつそ、あっついよこれ。おーいい。5キロ。よろしくお願いします。緊張してきました。よいしょ。はい、じゃあ、お願いします、掛け声。はい、はい、じゃあ、3からいきます。3からで。3、2、1、スタート。はい、ね、じゃあ、いただきます。いただきます。よっしゃ。これ何から食ったらいいんすか。よいしょ。やけどしないね。ありがとうございます。野菜から。あっち。あ、うまっ。味はね、めちゃめちゃうまいですけど、半端じゃなかったです。レッドボーイズ。結構冷めんのこれ。
麺詰まってるなこれすーごい熱っふぅマジ湯気で火傷するめっちゃ曇ってまでやられてる見えるかな熱っよこれもちろんね、あのトッピング、唐揚げとかに関してはやっぱりほんと結構辛めではあるんですけど、スープ自体はね、しっかりね、うま辛、めちゃめちゃうまい。ただ、あっちいんだ。鍋も全然冷めない話でもう一切冷めないぞよいしょよいしょこれ
ほぼ一本。でけえ。番組見てて実は知ってはいるんですけど、もうチャーシューね、いろいろ辛い唐辛子系がね詰まってるんですよ。多分ね、これがね一番辛いらしい。あっと、ああ、とかでもハマネロとかもね、そのまんま入ってる。すげえ辛い。正直その一個一個の辛さはね、そんなんでもないんですよ。辛いものが好きな人からしたらそこまで辛くない。でもやっぱり量食べるんで、どんどんね、あの辛さが蓄積されてきて、めっちゃ辛い今。うん、うん、うまいっすね。もうベースはやっぱうまい、もうほんとうま辛なんですけど、やっぱ量食うとだんだんもう激辛になってくるんですよ。チャーシュー効きました、だいぶチャーシュー効きました。マジでうまいこれ。あと麺とかもやっぱ変わってるんですね。もう、はい、うん、そう、平打ちの太麺でかなりね、あの乾水の香りとかもしっかりしてるんで、やっぱ中華麺がね、好きな人にはね、たまんない麺だと思います。普通に食べたかった。そうだろう、3分の1ぐらいかな。もうすぐですね、まあ、全体的にも多分 2.5 キロぐらい、半分ぐらいは食べてると思います。
ぱり水をね、普通のチャレンジメニューで飲む分、あのお腹いっぱいになるのは早いかも。やっぱね、辛いのもね、満腹感すごいんですよ。余計にね、結構お腹にドンってくる。ブーパーが濃い。江戸さん人気店だね。あの、僕今日夜のね、オープン6時からね、こう入らせてもらってすぐねチャレンジしてるんですけど、今14分だからまだ半回ってないんですよ。というかむしろオープン直後ね、ほぼ満席。すごいよ、やっぱうまいんだよね。来たくなる気持ちはわかります。うん、うまっ。ビルフルダマ。あっくThank you.
Thank you.
ってください。うん。
あれです。
ない。ごちそうでした。37分40秒完食です。うわ。はい、ということで今ね、こちらのチャレンジメニュー完食いたしました。まこいちだ。いやね、大変これは。やっぱりね、大食いをするときって辛いもの食べると刺激物なんでね、胃が上がってくるんですよ。普段よりも食べれなくなるし、飲み込みにくくなるんで、俺がね、やっぱ時間制限1時間あってもかなり難しいもんだと思います。個人的なね、攻略ポイントとしては、普通ね、皆さん上から冷めた具材から食べていくと思うんですけど、逆にね、冷めた具材をスープに落とさないとスープが冷めていかないので、常にね、こう回してって一定に温度を保ちながら、そこの方もね、冷やしていくようなイメージで食べた方が食べやすいと思います。はい、ということで、今回も無事チャレンジ成功ということで、いや、めちゃめちゃ美味しかったです。改めてごちそうさまでした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。